おはようございます。えー、今日は5月8日木曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます、えー。今日のニュースは6個あります。で、また最後にコメントを紹介させていただきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。えー、まず一つ目は、ク r o ドの API でウェブ検索ができるようになりましたっていうところですね。で、これはどうやら、 もう使えるっぽくて2人ぐらいなんかポスト見たんですけどあのちょっと検索のスピードが遅いらしいですね <laughs> はいまあ、開発をする人向けの話なので僕はちょっとピンとは来ないんですけどまあ、ただクロードの MCP をあ MCP じゃなかった API を使ってる方としては機能が増えるんでまあありがたいアップデートになるんじゃないかなと思いますはい っていうのがまず1つ目で2つ目は、えー、とジェミニの画像生成ですねジェミニ2.0フラッシュの画像生成のクオリティが上がりましたよっていうところですねで画質が向上したりとかあとはあのこれ作れませんよっていうその拒,否拒否反応っていうんですねブロック率の低下であとは、えー、とたくさん今までよりも作れるようになりましたとかあの価格が安くなりましたっていうのが 言われれてますねこれ結構嬉しいいい人多いんじゃないですかね結構ねあのこっちの方が話題です。あのこっちの方が話題ですっていうかあのクロードの API とかっていうニュースよりも断然こっちの方が話題になっててで今朝ね試したんですよ朝。クオリティがめちゃくちゃ上がってるかっていうと実際のところはねあの実感値としては正直わかんないですけどこいつが出たそ 結構すぐにあのチャット GPT の新しい画像生成がリリースされちゃったんで書き消された感はあるんですけどただねこれがそのジェミニの画像生成新しくなりましたよっていうその公式が上げてる画像でこれ読み込んで,で背景だけ再現してくれっていう風にしたら結構ねすごいんですよ。 ちゃんんと再現されてでこの背景にあの日本語で載せることができて前々から、まあ、割と日本語をねちゃんと載せれるみたいな感じではあったんですけどそこはさらに上がってる可能性はありますね、まあ、最後のやつはちょっと残念ですけどはい、まあ、これでまた遊びがいがありそうな感じがしますね はい、でチャット GPT の方で苦手なことをこっちでやるとか、まあ、そういう使い分けは1つありかもしれないなと思ってます。はい、で3つ目3つ目はミストラルですねあのフランスの企業さんのミストラルが新しいモデルミストラルミディアム3ですかねを開発,あの発表しましたよとリリースしましたっていうことで,でマルチモーダルのモデル で、コストパフォーマンス上がりましたとか、全体的なレベル上がりましたよとか、コーディングの能力上がりましたよとか、まあいろいろ書かれてますね。で、これ見た感じ、GPT-4O とかよりも高いスコアがあったりとか、一部ね、クロードよりも勝ってるものもあるんですよね。これ結構すごいなって思いますね。で、ミストラルは、あの、 ローカルでも使えるんですよ。多分ローカルでも今後出してくるはずなので、まあそう考えると、ローカルの選択肢がまた一つ増えたかなっていう印象ですかね。うん。まあ今、クエンがね、一番多分スコア的にはいいんですけど、ミストラルもなかなか面白そうだなと思ってます。はい。で、えー、っと、4つ目もミストラルの話なんですけど、 さっきのミストラルミディアム3を基盤にしてというかそれを元にしてまたさらにあの機能を拡大させましたよっていうので Gmail とか Google ドライブとかと連携ができるようになりましたで社内情報にアクセスしてそのドキュメントをあの読み込んだりとか作ったりとかっていうことがねできるっぽいですねこれはなかなかすごい話だなと思いますね うんまあ、やっぱり Google ドライブというか Google ワークスペースの機能と連携ができるっていうのはもうなんかマストになってきてますね。どこも絶対にやってくる感じなんで、まあ、そういう意味では結局そこを握ってる Google さん強いなっていうのが <laughs> 正直な印象なんですけどでなおかつ自分自身も、ね、Google さん自身もジェミにレベルアップさせてるじゃないですか。 いやこれは面白いですね。なんかすごい面白い構図だなと個人的には思ってます。<laughs> はいというのが、えー、とミストラルのニュースは2つですね。で5つ目。5つ目のこのニュースもねちょっと面白いなと思ったんですけど Yahoo が、えーまあ、LINE ですよね。LINE の AI がパーソナルエージェントを開発するっていうのを発表したらしいですね。 で結構大規模にというか大きくやろうとしてる感じがしますね、まあ、いろんなツールをまたいでとかいろんなデータをまたいであの 1, 個に1個で扱えるような形を取ろうとしてるっぽいですねこれ記事読んでみると結構面白いですよマジでこれいくのかっていう <laughs> 気はしてます本当にこれ開発できんのかなって正直思っちゃうような レベル感ですねあとはその「ここまでやる」ってなった時に個人情報をうんぬん言ってる人たちはもう絶対にこれ拒否しちゃうだろうなってその個人情報が取られちゃう取られちゃわない以前の問題というかもうそこは通り越した話での,あの機能拡大になるので。 これはなかなか面白いっすね。しかも LINE ユーザーってめちゃくちゃ多いじゃないですか。そのチャット g p t のリユーザーよりもはるかに多いんで、で、そこでね、AI あの使えるようになって、であの、パーソナルエージェントとして、もういろんな情報にアクセスできるってなったら、意外と LINE や Hoo は一強になっちゃう可能性ありますよね。日本国内だと。これはちょっと面白い発表だなと。 はい、思ってます。で最後は、えー、とジェンスパークの話なんですけどこれはあくまでも匂わせですね匂わせっていうか僕がそういう風にに勘ぐってるっていう話になるんですけどこのジェンスピードっていうまあなんだろうなプロジェクトの名前なのかな、まあ、この今の勢いを名前付けたらジェンスピードになったって感じだと思うんですよ。でこの1ヶ月で3つの製品がリリースされましたと。 で2つのマイルストーンが達成されましたで次はさらにクールなものがドロップされますでもうなんかリリースを匂わしてるじゃないですか。であなたのスプレッドシートがついていけるかどうかですなのでスプシもしくはエクセル的なそっちの機能をリリースするんじゃないかなって勘ぐってますはいままあこれもあくまでもくでで僕のりす。 なんで分かんないっす。分かんないですよ。全然分かんないです。ただ、AI スライドが来て、その次にスプシってなったら、結構嬉しいユーザー多いんじゃないですかね。個人的には結構嬉しいっすね。あの、売上管理とか、あの、会社のね、その数字的な情報はスプシで管理してるんですよ、僕は。まあ、なので、これは結構使い勝手が良ければ、うーん。 って感じですねはい <laughs> これはちょっとね個人的には楽しみですね。まあジェン・スパークさん自,自体を僕はちょっと好きっていうねバイアスがあるんで余計にかもしれないですけど。<laughs> はい。というちょっと面白そうなニュースが上がってきてます。という感じの今日は6個ですね。はい。で、ここからはコメントを紹介させていただきます。えっと、昨日の僕がその。 あのコメントでね紹介させてもらったノートブック LM じゃなかった、えっと、ディープリサーチか、まあ、ディープリサーチの,あの、まあ、ディープリサーチですよねディープリサーチしていろいろレポートがたまってるのをどうしたらいいかみたいなあのコメントの話なんですけど、えっと、今回いただいたコメントは、えっと、私はさ朝の散歩15分や家事の合間夕方の筋トレ45分にディープリサーチ内容は消化しています だいたい10本から20本くらいは余裕ですすごいな一番は目的や課題点を明確にして知的欲求を膨らませておくと楽しくできますというコメントをいただきましたありがとうございますいやこれすごいですね <laughs> 本当にだ <laughs> から1日10本20本余裕で消化できちゃうってめちゃめちゃすごい話だしそれぐらいたくさんディープリサーチをしてるっていうこともあるし あとね、やっぱり、ね、個人的には筋トレやってるのすごいなと思いました。朝の散歩と筋トレをやってるっていうのはすごい話ですよ。あの、運動習慣持ってる人って本当に少ないんで、はい。いや、ここはなんかね、尊敬です。なんか全てにおいて尊敬します。<laughs> はい。筋トレとノートブック LM の音声要約は結構最強コンビかなって、あの、改めて思いましたね。 それこそ今の日本語の音声予約って最長でも9分とかまあ10分弱ぐらいじゃないですか。かこれを聞いてる間だけ筋トレやろうとかっていうその習慣づけから始めてもいいのかなって思いましたね。いや、これはなかなかすごいですね。はい。いや、この時間を有効利用してる感はちょっと見習わなきゃいけないですね。はい。ありがとうございます。なんかめちゃくちゃ勉強になりました。 <laughs> ありがとうございます。という感じの今日は、えっと、ニュースが6個とコメントを紹介させていただきました。で、あと最後に、えっと、ライブ配信の告知をさせていただきますね。えっと、今週の土曜日、5月の10日、5月の10日土曜日の、えっと、夜8時、20時からライブ配信をさせていただきます。まあ、あの、どういうテーマでやるかはね、今まだ決めてないんですよ。 あの僕の三段だとディープシーク R2 がリリースされてると思ってたのでただそれがリリースされてないので触れないのでまあ何かしらちょっと自分の中で企画を準備しておこうかなと思ってますあとはその開発というかその僕のプログラミングの練習をまたさせてもらってもいいのかなと思ったりもしたりはいまたまたそのディスコードでねあの コミュニティのメンバーの方とボイスチャットしながらっていうのもちょっと長めに時間を取ってやってもいいかなとかも考えてます。はい。という感じで、まあ、今週の土曜日の夜8時からライブ配信をしますので、ぜひ参加していただけると嬉しいです。はい。というわけで、以上です。